やめジじゃイ平野潮と現役森本慎太郎、インスタライブ、禁断のコラボ、実現の背景。皆様、こんにちは。今回は、ジャニーズ界における意外な交流が話題となっている、平野耀と森本慎太郎のインスタライブ、禁断のコラボ、に迫っていきます。ジャニーズファンならずとも興味深い背景を解説しながら、その実現の裏に隠された意味に迫ってみましょう。 やめじゃにと現役じゃニの禁断のコラボ、背景に何があったのかキングプリンスへの元メンバーである平野紫耀が14日に突如行ったインスタライブでシクストーンズの森本慎太郎との思わぬ電話コラボが実現しました。この出来事はジャニーズ界においては非常に異例なことと言えます。このコラボの舞台裏にはどのような事情が絡んでいたのでしょうか 意外な電話の背後に隠された関係性。インスタライブ中、平野志陽が電話を受ける場面に多くのファンが驚きました。電話の相手は森本慎太郎であると推測され、その瞬間から SNS 上では森本慎太郎がトレンド入りするほどの注目ぶりでした。この二人は親友を自称しており、信仰が深いことは以前から知られていました。 しかし、ジャニーズ事務所を辞めた元メンバーが、現役ジャニーズアイドルとの共演は、これまで難しいとされてきました。ジャニーズの体制変化が実現への布石となった。過去のジャニーズ事務所所属アイドルと現役アイドルの共演例は非常に少なく、その中でもスマップオートオートレーサーの森克幸の共演は、退場後21年ぶりという異例の出来事でした。 しかし、最近のジャニーズ事務所における変化は、この種のコラボレーションを可能にする要因となりつつあります。森本慎太郎の真摯な性格と関係性の深さ。森本慎太郎は、幼少期からジャニーズ事務所からスカウトされた経験を持っています。その際にも、ジャニーズに舞い上がることなく他にやりたいことを優先したと言われています。 この実直な性格が、やめじゃにとの共演を避ける悪しき監修にとらわれない要因となったと言えるでしょう。平野志洋と森本慎太郎、二人の関係性。平野志洋が上京してから森本慎太郎との関係性は深まり、その交流は長い間続いています。 学年の差や所属グループの垣根を越えて結ばれた友情は今回のインスタライブにおいても熱いエピソードを作り上げました。森本は最近日本テレビ系のドラマで高橋山とダブル主演するなど活躍の場を広げており、このコラボはファンにとっても嬉しいサプライズと言えるでしょう。ジャニーズ界における平野仕様と森本慎太郎のインスタライブ。 禁断のコラボは多くのファンにとって予想外の展開となりました。ジャニーズ事務所の体制変化や森本の実直な性格、そして二人の深い関係性がこの特別な瞬間を実現させた要因と言えるでしょう。今後も二人の交流がどのような展開を見せるのか、ファンとしてはますます楽しみです。皆様、ジャニーズ界の新たな展開についてお伝えしました。 平野市洋と森本慎太郎のインスタライブは、その裏に隠されたストーリーが非常に興味深いものでした。今後の彼らの活動にも引き続き注目していきましょう。